ハビビは2011年9月にパンテオンブックスから刊行されたクレーグ・トンプソンによるグラフィックノベルである。イスラム民話を思わせる架空の国に舞台を取り、逃亡奴隷の少女、ドドラと黒人の幼児、ザムの関係を描いている。二人は離れ離れとなり、年月と共に元の名前を失い、体も変貌を遂げる。最終的に二人は再会するが、 それまでの経緯が愛を育み直す妨げとなる。公式サイトが伝える同書のコンセプトは、ラブストーリーであると同時に偶話であって、人間と自然界との関係や、第一世界と第三世界との間の文化的断絶、キリスト教とイスラム教が共有する遺産などのテーマが扱われている。そのビジュアルデザインの美しさと、女子史的な世界観は、タイム、L、サロンドットコム。 ナショナルパブリックラジオなどの観光物で大ね賞賛を受けたが、他方でセクシュアリティの扱いやアラブ人とアラブ文化の描き方に対して批判が寄せられた。トンプソンがハビビの執筆に取り掛かったのは2004年の末である。トンプソンによれば、キリスト教徒として自らの育ちと信仰について描いた全著ブランケッツも本作に影響を与えたものの構想の根となったのは、 嫌王の対象となっているムスリムをもっと理解し、彼らへの人間的共感を広め、また不当に貶められているアラブイスラム文化の美しさを伝えたいという長年の望みだという。トンプソンはイスラム文化からのインスピレーションとしてアラビア書道、イスラム美術、幾何学的デザイン、装飾、建築を挙げ、特にアラビア書道について概念を筆記体の文字で シンボル化したものであって、漫画の原型だという持論を述べた。本書はそれぞれ異なるスタイルで描かれた旧章からなり、北アフリカのアラブ文化で語婦として用いられるサンサンマスの魔法人がそれらを収める役割をする。本書ではまた、19世紀のオリエンタリズム絵画、特にジャン・レオン・ジェロームからの明らかな引用が見られる。2012年に、 風間賢治の翻訳による本作の日本語版、全2巻がトーブックスから刊行され、同年に第16回文化庁メディア芸術祭漫画部門における審査委員会推薦作品に挙げられた。ハビビは現代の物語だが、架空のオリエント風の情景を描いている。トンプソンがこうした設定を選んだのは、古い世界と新しい世界が衝突しながらも、 重火器と戦争が登場しない混沌としたおとぎ話を展開させるためだという。舞台はイスラム国家でありアラビア書道が扱われ登場人物もムスリムとして育てられているにもかかわらずそこが中東だとは明言されていない。トンプソンは様々な地域の文化を寄せ集めて自らの総意を加えたと述べている。同書はコーランから取られた説話を差し挟みながら二人の 主人公の物語を追っていく。少女、ドドラは、知性を備え読み書きができるにもかかわらず、その美しさのために欲望の的となる。彼女が保護した黒人の子供ざムは、自分を養ったドドラへの罪悪感に苛いなまされ、重大な決断を下す。本作の発売日に、マンハッタンのコミックショップを訪れた作者、クレグ・トンプソンが、本書に、主人公ドドラの絵を描いている。 本作は多くの批評家から賞賛を受けた。ダグラス・ウォークはタイム誌で壮大で緩みのない筆致は過去のいかなる漫画家にも劣らないそしてページに惹かれたすべての善が祈りに見えると評した。リサシェイはエルシに以下のように書いた。トンプソンはグラフィックノベルのチャールズ・ディケンズである。そしてハビビがひるいない傑作であるのは疑いようもない。 フィナンシャルタイムズが見えの気候で、ニール・ムカルジーは、深い共感と、昔なら、聖なる霊感と呼ばれたであろう何か、が本書に込められていると述べた。ローラ・ミラーはサロンドット・コムで、興奮に満ち、容赦なく、類腺を刺激してくるでうマバリの大著。見るものを引き込む整備なデザインと素晴らしい物語が、前編に詰まっていると述べた。サッカーインバリー・セーレスは、 インデペンデント紙で以下のように予言した。本書は遠からず古典の列に加えられ、著者はグラフィックノベル作家の伝道どころか、あらゆるメディアを通じた現代最高の作家の仲間入りをするだろうグレンウェルドンは、ナショナルパブリックラジオで次のようにコメントした。 今年読んだすべての本の中で最も再読が楽しみなのがこの謎と驚きに満ちたハビビダ文学サイトザ・ミリオンズのジェイコブ・ランバートは本書をこれまで描かれた中で最も偉大な物語と読んだ。書評サイトグラフィックノベルリポーターでジョン・ホーガンは以下のようにコメントした。今年最高のグラフィックノベルであるのはもちろん過去10年で最高と言ってもいいかもしれない本作は 完全にゲームを変えてしまった。今後あらゆるグラフィックノベルは新しい基準で評価されることだろうマイケル・フェイバーはガーディアン紙でハビビを描くことそのものの祝祭と称賛しトンプソンの脅迫的なまでの書き込みを上作子やウィル・アイズナーのそれと並べた。しかし作画表現と作品のメッセージに賛辞を送る。一方でフェイバーは本作が上調であることと 性の描き方を問題視した。フェイバーによれば、繰り返し、ドドラを襲う、性的領塾は本作を自己崩壊に陥らせていた。ハーバード大学の学生新聞、ハーバード・クリムゾンへの寄稿で、ナタリー・ジュピー・シー・パンノは、ハビビを、整備な作品と呼び、絵と文による、グラフィック・ノベルの文法に、アラビア書道と幾何学的デザインが新たな次元を、付け加えたと論じた。 また、トンプソンが、オリエンタリストの上等句を用いながらも、そこに繊細な意図が秘められていると評価した。書評誌、コミックスジャーナルは、同志のライターを集めて、ハビビに関する座談会を開いた。司会は、文学者、チャールズ・ハット・フィールド、参加者は、ヘイリー・キャンベル、クリス・モートナー、漫画家、トム・ハート、ケイティ・ヘイグリー、ジョー・マカロックである。 ロビン・クレスウェルはニューヨーク・タイムズ史上で本賞様々なテーマのごちゃまぜと評した。クレスウェルによれば本作の根幹は自らの性的幻想を恥じる心を描いた幻想文学であって性的妄想を露悪的に描写するロバート・クラムと通じるものがある。これは白人男性がほとんどを占めるアメリカのコミック界特有の心理だという。またクレスウェルは コミックスジャーナルのパネルと同様に人種差別と性差別の描き方や事実とファンタジーの区別をつけずにムスリム世界をエキゾチシズムで彩っていることを非難した。トンプソンがオリエンタリズムをからかっているのか、自らそれに染まっているのか、見失いがちになるイラストレーターとしてのトンプソンは、どうやら服を脱がさなければ、ドドラを思い描くことができないようだそれは通俗的な。 エキゾチシズムに放置する、通俗的な技巧というものだ。書評サイトザ・フーデット・ユティラテリアンのレビュアーナディム・ダムルギは、アメリカ人読者に、アラブ人への人間的共感を起こす試みとしては、不完全と評価した。ダムルギが素情に載せたのは、作者にアラビア語の知識がないこと、アラブ文化の恣意的な借用が、文化の登用にあたること、そして、西洋化された近代都市が、 生奴隷に象徴される原始的なハレムと共存していることである。ダムルギはトンプソンの技術の高さには三端を惜しまず、作画は目の覚めるようイスラム文化から学んだ表現を魅了されると述べている。しかし同時にドドラとザムが奥行きを備えたキャラクターだと見せるために非人間的なアラブ人たちとの対比が使われていることも指摘した。レビューは 以下のように結ばれた。ハビビは多くの面で成功しているが、無視できない欠点もあるトンプソンが危機として描く、野蛮なアラブは奴隷が溢れかえる停滞した社会という西洋の文芸でおなじみのものだ作る側が、レイシスト的な表現だとわかっていたとしても、読者にとってはやはりレイシズムなのだ。ありがとうございます。